文化系トーク YouTube グランパンパパスです台風がね、まあ来ていて結構雨が降っているんで音声が入っていたら、雨の音が入っていたら申し訳ありませんけれども、はい、えー、っと、今回の動画はですね、えー、ベスティとミニ、つまり BE:FIRST と INI ですね、こちらのファンダムに関する話をさせていただこうと思っております。サムネとかタイトルにもしてるかなっていうふうに思いますが、まあお互いをね、尊重できるファンダムに、 なななっっててっててててきるるいいいううとととここころろがが、ね、ああのですすごく喜ばしだりますただあのそれだけではなくて本当にごく一部にちょっとこうねあまりよろしくないコメントとかをそういう YouTube であったり TikTok であったり SNS などに、まあ、いろいろと投稿したりとかつぶやいたりする人たちがいましてでやっぱそれについてあのベスティの方もミニの方も皆さんほとんどの人は心が優しい人なので。 心を痛めている人とかね、気にしている人とかもやっぱりいらっしゃるなというところがありましてうんで、自分もいろんなグループとかいろんな人を追ってきて、その中には心ない言葉を投げる人たちや、それこそね、あの、肌感覚的にベスティやミニーの間で、ね、そういう人たちよりも、 かなりひどい感じのことを言ってくる人たちがいましてそれが実は SNS でいまだに横行しているっていうのを別のファンダムというかねそちらの方で知ってはいるのでその辺の経験則も踏まえた上でっていう形になりますのではばかりながらあのそういう形で提案させてもらおうかと考察させていただこうかなって思っておりますであの2つ前の動画で語らせていただいたことともちょっとリンクする話ではあるんですけれどもまあその b ファーストと、あと INI のファン層ねファン の年齢層であったりとか、どういうところにアピールできているのかなっていうところの話にもつながってくる話にはなります。私はベスティですので、ビーファースト側の立場にまあ立つっていうことがまあ多いとは思うんですけれども、 二つ目の動画の結論として、住み分けっていうものができているなっていうところを感じることがあるので、それについての話にもなりますね。で、その住み分けっていう形の話で言うんですけれども、まずあの、そうですね、ベスティの方の,あの一部の方が気にしているのが、えー、TikTok ですね。TikTok、TikTok の方では、あの、INI が結構ね、本当に再生数が多くて、 バズっているっていうことが多いいでっていうところもあり、それからあのツイッターで見たんですが、毎日投稿みたいな感じのを続けていたっていうところだったのかなっていう気がするんですが、YouTube の方は、あ、そうそう、シャイニングワンの MV も1600万回再生を超えましてね、あのよかったなっていうね、すげえなって、2000万回見えてきましたね。はい。もう試写購入したら2000万回ですからね。っていうのもあり、YouTube の方は、結構その b ーファーストがすごい調子がいいなっていうところを感じるところがありますね。で、これについて思うこともあるんですが、 けれども象徴的になってとても分かりやすくていいなと思ったんですけどあの YouTube というのはもともとはね結構若者のね見るものでしたがだいぶこう YouTube がねこう浸透してくるに従って最近ではもうテレビよりもね、まあ、YouTube とか Netflix とかネットコンテンツを見る層の方がパーセンテージ的には超えているっていう世界的な統計では出ているわけですよ。でそうなってくるとやはりいろんな世代の人たちが見るというのがあるから YouTube は若い人も見ますけれども社会人の方とかも 見るる方がが多いというとととうころがあるとで TikTok に関してはまあ私もおっさんなので TikTok はね本当にあのたまにしか見ないんですけれどもその結局 TikTok に関しては若者がまあ見ているということになるわけですね。でやっぱり職場に行っても若い人らは TikTok をよく見ていてあのなんかそういうアイドル関連の話とかをする人がいるのでそういう形の話をすると何々の TikTok がみたいなことを話をして「見ました?」って言われて「いや見てない」っていうような感じのことが多めだったりするんですね。うんまあ、そういうい TikTok はやっぱり若いいい人たちがが見ることが多いと多いうのでだからこの象徴的っていうか分かりやすいって言ったのはつまり INI は若い人たちのファンがやはりパーセンテージ的には多いんだろうなっていうところがあるのとその TikTok に結構毎日投稿みたいな感じで集中していたっていうところもあるのでだからまあそのパーセンテージ的な割合で若い人が多いから TikTok にあの見る人が集まるのかなっていうところがちょっと感じてはいるところではあります。 ちょっとやっぱね、TikTok に関しては、あの中国の資本だったりとか、その辺が絡んでるっていうのが、あの、社会人世代には大体分かっているので、そういうところを気にしてしまう人たちってやっぱり多くて、私に関してもやっぱりなかなかね、その、中国とかが絡んでくると、こう、モルテを上げてね、やったぜっていう風に言えないっていうところは正直あったりするんで、まあそういう感じなんだなっていうところがありますね。だから BE:FIRST としては、逆にその若い人たちを取り込むっていうか、若い人たちのファンを増やすためには、TikTok の投稿を増やすっていう形がいいのかなっていう気はしてますね。 はいその辺のノウハウとかもきっとあると思うのでで BE:FIRST の場合は多分その BE:FIRST の,のメンバーもそうだしあのラン君とかねるい君とかねれいちゃん翔太君なども含めて一緒に TikTok に出るっていうことでいろいろなファン層を取り込めるっていうところもありそうだしちょうどラン君がね舞台を今やっておりますからその舞台俳優のファンの人たちとかもちょっとラン君が出すことによって TikTok の再生回数とか増やしたりできるのかなっていう気がすると。あでで前の動画でいたただきましたけれども 関してはその、えー、とコメントで TikTok でバズったダンサーだっていうのをあのコメント主のお一方の娘さんが知っていらっしゃったということでそういう意味合いでそうたくんをあのダンスを TikTok で出すっていうのはなかなかいいことなのかなっていうか。 結構いけるんじゃないかなっていう気があのベスティーとしてはしておりますねはいまあ私が考えるぐらいのことですからスカイハイさんはもう考えてるとは思いますけどね今はその TikTok っていうよりはいろいろとあのね11月5日のライブとかもありますし、まあ、その前にイノフェスだったりとかね MTV のやつとかいろいろありますからねそういうのにあの備えているんだろうなっていう気がしますのでだから現状としてその TikTok の再生数は確かに BE:FIRST それでもだいぶ多いんですけれどもそこに関してその数字的に INI の方が再生されてるというのはやっぱ INI はファン層みたいなところのところもあるようなので当然といえば当然なのでだからそんなに気に病む必要は今はないかなっていうふうに思っておりますはい私の個人的な考えです そしてあのティックトックにしてもユーチューブにしても例えばシャイニング g o n の MV のあのコメント欄とかにしても最近なんかアンチコメントっぽいのが増えてきたなっていうところの話があったりはするんですがそれはあのまああれですね残念ながらあのもともと想定していたことではありますし二重に関してもやっぱりそうだったんですよねで一の悪いネット記者とかはそういうところだけを切り取ってあのネットに記事にしたりとかすることもありますのであの今,今のうちからそういうことも今後あり得るっていうことはあの思っておいた方がいいかなとでもそういう人たちっていうのは要するに。 無駄なことばっっかりやってるんで、まあ、切り取りって言いますけどつまりあの魚,の、ね、魚が一つあってそれの,あの腹綿とかあの苦みのところだけをこう抽出してそれをされのせて入って出すようなもんなんであの,身のところとか美味しいところ全部捨てちゃってんじゃんっていうようなそういう無駄なことやってる人たちなんでそういう人たちのことはあの、ね、あの常識人としてあの扱う必要はないっていうねこうネット記者に対してひどいこと言ってるけどねそんな人たちばっかりじゃないですよちゃんとした人もいますけどでもそういう昭悪なタイプのネット記者もいますっていうね。で、そういうい 昭和っていうか、マイナスな感じのやつの方がコメントにしてもネット記事にしても目立つんですよね。 だから、一部の、まあ、今は減りましたが、炎上系 YouTuber なんて言われる人たちのやつって、やっぱり、あの、再生数ガッといくんですよね。それっていうのは、マイナスなものっていうのは、あの、目立つんで、それに引き込みや、引き込まれやすいっていうところもありますよ。うん。それでバズったっていうかね、まあ、バズったのは一瞬だけでね、今は多分収益剥奪されてたりするんですけど、そういうのもありました。で、あの、それは、あの、YouTube とかネット記事だけじゃなくて、コメントとかに関してもそうなんですよね。あの、アンチコメントっていうものがあって、それ では、どこでもやっぱり目立つんですよ。ただ、あの実はあのそれが目立っているだけで、あのそれの何倍も何十倍もあのポジティブなコメントっていうのに溢れているんですけど、一つね。あの、そういうアンチとかそういうのを見つけてしまうと、人間の心理として、そっちに目が行っちゃうっていうところはあるんですよね。ここでっていうのは、多分動物的な部分での危機管理みたいなところがあるのかなっていう気がしますよ。だから平和に暮らしている。そのね、動物の群れの中になんか？ 1>, 1人あの変な分子が入り込んだら警戒するじゃないですか。 ミーアキャットなんかもね、あの、つまりこうやってこういう風にね、あの、<laughs> やってこうやるけど、あれって実は威嚇してるんでやって、あの、要するにあの、動物園とかで人間が近づいてくると、あの、それが異質物ですから警戒するんですよね。まあ、人間はそのこれを、ミーアキャットのキャットのこれを見て、ね、俺がいても可愛くないけど、ミーアキャットのこれを見て可愛いって言うんですけど、でもやっぱり動物っていうのはちょっとあの、そういう何か一つでも異分子が来たら自分たちの身を守んなきゃいけないからあの、警戒するんですよね。で、それに関してはネットっていうのを普及しても、あの そそれっっっててていいいるのの人人間うううううね、動動物物なので、でうう的感が働くと思うんです。だからやっぱりそういうので目立,ち目立っちゃう目立っちゃうからそれが目につくんだけれどもそこはあの人間は知能が発達しているのでそんなアンチコメントは実は脅威でも何でもなくてただのかわいそうな人だっていうのはちょっと考えればわかるんですよね。 だからそういう人たちに関しては実はあの相手をしてしまうとあの余計にこう調子に乗っちゃったりするわけですよつまりこれっていうのはあの現実社会で捉えてみると例えば路上とかにいて「あの何々が何々だ」みたいな叫んでる人がいるとするじゃないですか大抵の人は無視しますよね警察とかじゃなければ、うん、でもそれは「何々だ」って言ってる人に対して「それは違うんじゃないですか」っていうふうに話しかけに行っちゃうみたいな現実で考えたらすごく怖いことなんですよね,ね まあ、現実社会であのそういうことを言ったら実際に逃げる人もいるかもしれないけどネット社会の場合はあの顔とかそういうのが見えないのでほぼ100%あのわけわかんない反論をしてきたりとか逆に喜んじゃったりするんで,でみんな多分優しいので例えばベスティーの方のミニーの方も自分たちの押し栗について何か変なことを言っていたらそれについてあのそれは自由正そうとすると思うんですがああいう人たちっていうのはそんなものはもともと望んではいなくて議論とかは望んでいないのでただ荒らしたいだけなんですよね。 だかららそういういいい人たたちは相手にににししけままません逆に調子に乗ってしまいますで場合によってはあの要するにベスティとミニというのをこう対立させたいっていう人たちもいるからあえてそれをやっている愉快犯とか工作員まではいかないけれどもセルフ工作員みたいな人がいる可能性もありますなんか荒らしたい人たちっていうのがどこの界隈にもいるんですよね。 なので、その、YouTube にしても、TikTok にしても、あと Twitter とかにしても、もしかしたら、あの、私もそうなんですよ。結局、あの、アンチコメントとか、ちょっとマイナスなことを書いてるコメントとか、そういうのって目立つので、どうしても見ちゃうんですけど、そこで一旦冷静になってもらい、 あの他のコメントとか他のそういうのを見てもらってそれで実はあのポジティブなコメントがたくさんあるっていうところをまず見てもらいたいとでアンチコメントの場合は同じ人が複数のアカウントを使って連続投稿とかをしている可能性もありますそれは要するに愉快犯というか承認欲求なのでその人ので間違った承認欲求ですよでそんなあの暇人の承認欲求にわざわざあの私たちが付き合う必要はデスティの方もミニの方も付き合う必要はございませんとで逆にそのデスティとミニを対立させ 出せよよううううとしているようなそういるなそ感じのものもがんか路上で騒いでいるやつがいるなぁぐらいに思っといてあのねまあしょうがないので脇をスッと通ってねあのそこをスルーしていくっていうのがいいのかなって思ってます。 あとは、路上にそういうのがいたら警察を呼んだりね、その警備員を呼んだりしますけれども、あのネット上の場合は通報をするとかね、あるいはただ見たくなかったらブロックをするっていうのもありますからね。あるいは本当に悪質なものがあった場合は、例えば仲間のベスティーとか仲間のミニーの方とかに呼びかけて一緒に通報をするっていう形でもいいかもしれません。コメントとかね、多分右の方で、あの多分通報とかブロックとか、いろいろなね、報告するみたいなそういうあのやつがあると思うのでね、はい、そんな感じでやればいいのかなっていうふうに思います。まあ、基本的にはね で大丈夫ででですすていいいう考えでございますはい、でもね、本当に,シに、ねね、シャイニングワンの MV にも、ミニーの方とかがね、結構ね、シャイニングワンを褒めてくれたりするのも多くなってきましてあの、お互いのファンダムがいい感じでね、いいライバル関係が作り上げられてるような気がしますね。で、まあ、本当にそういうあの平和なファンダムを作り上げたいというところを、あのベスティーである私というか、皆さん多分思ってらっしゃると思います。で、それに関しては、ミニーの方もそうだと思うし、まあ、ミニーの方ミニーの方って言ってますが、私もニチープ2をね、あの最初からずっと見ていたので、で、本当に、 すすごく大変,だ大変だったことも覚えてるんですよね。一番大変だったのはもちろん参加していた彼らなんだけど西君たちなんだけど実は結構ね日ブ2ではねあの会話が荒れたりすることが国府っていうか公民プロデューサーさんが荒れたりなんかすることがあってねそういうのも結構あってそれを乗り越えてきた人たちなんで多分そういう風にあお互いをドンパチやり合うようなことっていうのはミニの方は嫌いな人がほとんどだと思うのでだからあのベスティの方の私もそうですがベスティの皆さんもミニの人たちがあのすごい実は国と そして部2の国部は非常に荒れたのでそこをあの乗り越えてきた人たちだっていうことはまず考えてもらってだから決してそういうねあの変なことを言っている方がいたとしてもそれは絶対にそのミニの方の方の総意ではないっていうね超,超,超,超少数意見だっていうことをあの、ね、共有させていただこうかと思いますそしてミニの方もベスティの方の大半は本当にいい人たちなので一緒に頑張っていければというふうに思っております。 はい、思ったより長く語ってしまいましたがねあのお互いを尊重するファンダムにお互いに続き上げていきたいなっていうところとで一部の心ない言葉に関しては、まあ、あのスルーをするか本当にひどかったら通報とかをするで本当にむちゃくちゃひどかったらあのいろんな人たちと呼びかけあってこれを通報しましょうっていう形にするのがいいのかなっていう気もしますねツイッターだったらそれも結構楽にできると思います、はいはい、ではよかったらチャンネル登録お願いいたしますではこの辺で失礼いたします言言いたいたことは今日言っておくグラン,パンパ They stop.